はい、今回は視聴者さんからの質問コーナーです。質問内容はこちら。前回のレイアウトツールについて紹介した動画で映っていた最初のプレススタートボタンの画面はどうやっているのでしょうかといったものなんですけど、ちょっとね複雑な作りをしているのでコメントだと返すのが難しくて、こうして動画を作ることにしました。それでは早速答えていこうと思います。まず最初に新規でねマップを一つ追加します。で今から作るこのマップっていうのはタイトル画面の後ろに映るマップですね。なので名前はタイトルにしておきます。はい、これで、最初からあるマップと、今作ったねタイトルの2つのマップが用意できました。では次にゲーム定義を開いて、ルールと操作の中の、メニューの中にあるこれタイトル画面スキップ、これをオンにします。で OK ですね。で次に、コモイベントを作ります。共通イベントの中に追加で新規作成で作って、後でここちょっと追加しなくちゃいけないんですけど、で一旦この何も書いてない状態で OK を押します。でこのイベントの名前を変えていきます。名前はタイトル制御にしておきますね。で今度は先ほど作ったこのタイトルっていうねマップのマップ設定を開いて、ここマップ表示前に呼び出すイベント、ここのイベント1に先ほど作ったこのタイトル制御っていうのを入れておきます。あとこれはあくまでタイトル画面として使うので、ここのタイトルマップをね表示っていうのはチェックはオフにしておきます。はい、ここまで設定できたら、レイアウトツールを開きます。で今回ゲームスタート時に出るプレススタートボタンっていうね画面を作りたいんですけど、それを作るのはこのタイトル画面ではなくて、このイベント用フリーレイアウトの方で新規で作っていきます。なのでこちらでレイアウトを新規で追加。名前はプレススタートボタンとしておきます。ではこの状態で中身を作っていきます。パーツから項目の選択用のコンテナを選んで、そして、この中にさらにパーツを追加すると、このね選択の要素用コンテナっていうのが増えてるんで、こいつを選びます。はい。でこのコンテナのね名前にもあった通り、これってはい、いいえとかのね選択肢のウィンドウなんですけど、この選択肢の数が1つしかなかったら、それをね押したら何かが起こるっていうね、今回のプレススタートボタンみたいなねものが作れるということで、この選択肢の、ね、中にはこの1つの要素しか入れません。じゃあ別にこう何でもいいんですけど、さらにパーツで、パネルのね文字列を追加して、テキストの内容をプレススタートボタンにしておきます。ちょっと引っ張って、はい、こんな感じですかね。でこのコンテナをね作った時点でこういうね黒い枠とか、こういう選択肢のね青い枠とかっていうのはデフォルトで出てくるんですけど、こういうのはこのプロパティのね画像を全てなしにしてあげれば、ここもですねこういうの全部消してあげて、でこのね選択枠の画像表示とかも全部オフにしてやると、はい、こんな感じでねもう文字だけが出るようになります。この枠とかもね全部自由にサイズは変えてもらって大丈夫です。はい、でデザインは好きに作ってもらうとして、この選択の要素コンテナのね方を選んで、このアクションの中から閉じて共通イベントを呼び出す、こちらを選んで、そして呼び出す共通イベントの中身に先ほど作ったタイトル制御を入れます。これで OK ですね。で、ここまでできたら、ようやくこのタイトル制御の中身を作っていきます。開始条件は自動的に開始で1回だけ実行にして、そしてここで、イベント用フリーレイアウトを表示させます。画面演出のイベント用フリーレイアウトの表示。こちらで先ほど作ったプレススタートボタンを選びます。で OK ですね。でここでスイッチをね一つ使います。スイッチの、ローカルスイッチですね。ローカルスイッチで、はい、名前はプレススタートボタンが表示されたにしておきます。はい、こんな感じですね。イベント用フリーレイアウトを表示した後で、このスイッチがオンになると。はい、これができたら今度はシートを増やします。で、シートの2番目のシート条件で、先ほどのローカルスイッチプレススタートボタンが表示されたがオンになっている時で、ここの開始条件は開始条件なしでいいです。開始条件はないんですけど、他のイベントから実行されることになるので、ここはこのままで OK です。で、ここで画面演出のタイトル画面を表示するこちらを実行します。で、このタイトル画面を表示するよりも下の命令っていうのは、プレススタートボタンを押した後に出る初めから続きからみたいな、あの選択肢の中で初めからを押した時に何を起こしたいのかっていうのをここに書くことになります。で、ここでは、プレイヤーの場所移動をね、ちょっと命令として実行しておきたいと思います。マップ変更で、マップ1にね移動させて OK と。このままだと草原から草原に移っちゃってちょっと分かりにくいので、タイトルの方をそうですね、グレーボックスにしておきますかね。そして、最後にタイトル画面のバックに映る部分ですね。ここをスタート地点にして、これで完成です。はい。では、この状態でテストプレイをしてみたいと思います。はい。こんな感じでゲームが始まった瞬間にプレススタートボタンっていうものが表示されて、この状態で、スタートキー、決定キーですね、を押すと、はい、こんな感じでタイトル画面に移り、そこで初めから続きからっていうね、こういう選択肢が映るようになりました。で、ここで初めからを押すと、はい、こんな感じで草原に移って、ここでプレイ可能になるという感じです。で、今回は必要最低限の処理しか書いていないので、このままだとあらがあるんですよ。例えば、このゲームスタートした瞬間っていうのは、これプレイヤーがね、今動ける状態なので、メニュー画面がね、開けちゃうんですね。じゃあメニューを開かないようにするにはどうしたらいいかっていうと、このイベントのタイトル制御の中に、ここですね。この一番最初に、スイッチの中のメニュー画面の表示の許可、禁止っていうもので、禁止にしてあげると、先ほどの画面ではメニューが開けなくなって、で、今度こっちですね、こっちの方でプレイヤーが移動した後はメニューの表示を強化すると。あとはタイトル画面だとプレイヤーを映したくないよっていう場合は、同じようにプレイヤーの中からプレイヤーを透明にするをオンにしてやるとかね。で、こっちをオンにしたら反対側にこちらではプレイヤーを透明から元へ戻してあげたりと。こういうね、細かい処理は後から自分で入れることになりますけど、こういった構造にすることで、馬琴でもタイトル画面の前にプレススタートボタンっていうね、ものを1枚挟むことができます。試しにこの状態でテストプレイしてみますと、はい、こんな感じでプレイヤーは透明になって、さらに、はい、今ね、メニューボタンを押してるんですけど、メニューも開けなくて。で、決定キーを押すと、次の画面に行って、初めから押すと、プレイヤーも映って、メニューも開けるという流れになってますね。で、作り方自体は、今説明したものが全てになるんですけど、じゃあちょっとこれ何がどうなっているのかっていうのを簡単に説明しておきたいと思います。まずゲームが始まった瞬間、何が起きているかっていうと、プレイヤーのスタート地点からゲームはスタートします。で、このスタート地点であるこのタイトルっていうマップなんですけど、ここのマップ設定に、これを設定しましたよね。マップ表示前に呼び出すイベントっていうのを設定しました。で、そこにこのタイトル制御っていうコモイベントを呼び出すようになっています。なのでゲームが始まった瞬間、このマップが表示されるよりも前に、コモイベントが走るようになっています。で、コモイベントが走るんですけど、まずはシート1が走ります。シート1が走って、自動的に1回だけ以下の命令が実行されます。なのでまだゲームには何も映ってない状態ですね。なのでプレイヤーを隠してメニューの表示を禁止した状態で、次、先ほど作ったイベント用フリーレイアウトの表示を実行することで、何よりも先にこのフリーレイアウトが映るようになります。でこのフリーレイアウトが映った状態でこのねローカルスイッチがオンになります。でこのローカルスイッチがオンになった状態で今画面に映っているのはこのフリーレイアウトですよね。プレススタートボタンっていうのが出ている画面が映っています。この状態でこのコンボイベントはシート2の方へ移動しています。このね条件が追加されてここに移動してるんですけど、開始条件がなしですよね。なのでここは実行まだされていません。でじゃあ何が起こってるかっていうと、レイアウトツールのここですね、この真ん中の要素コンテナ、ここの中でアクションってありますよね。この選択肢1であるプレススタートボタンっていうものが決定キーによって押された瞬間にこのアクションっていうところが実行されるんですけど、この項目が選択された際に実行するアクションを設定しますと。で、何が起こるかっていうと、閉じて共通イベントを呼び出すっていうものを設定しました。なのでこのレイアウトが閉じて、これが閉じて共通イベントを呼び出しています。で何を呼び出すかっていうと、先ほど作ったタイトル制御ですね。こちらのコボンイベントが呼び出されて、で呼び出されるということはこちらのページ2がこれですね、他のイベントから呼び出されたわけですね。これで実行されてタイトル画面が映ると。なのでタイトル画面が映るので、レイアウトツールのこのタイトルですね、これが映ると。なのでここが青じゃなくてもっと黒い背景がいいとか、ここのチェックマークを外してやればね、この背景が透明になるんで、この状態で例えばテストしてやると、はい、こんな感じで色が透過されているので、後ろのタイトル画面が映った状態で初めから続きからっていうのが選べるようになります。でこの状態で初めから押すと、そのままゲームが始まるという流れになってます。はい、ということで今回のねプレススタートボタンの作り方については以上になります。今ではほぼ全てのコンシューマーゲームにね必ずと言っていいほどあるこの演出なんですけど、これがあるだけでゲームが始まる前のワクワク感が倍増するんですよね。これはね本編よりも先に作っちゃうと、テストプレイのたびに毎回操作が1回増えるんで、めんどくさいことにはなるんですけど、この間のねレイアウトツールが強化されたよっていうね動画の時にも言いましたけど、こうやって少しずつうわゲームっぽい画面が作れてるっていうね進捗が出るだけで、自分自身のゲーム制作モチベって上がっていくので、効率だけを考えれば一番最後にやった方がいいんですけど、モチベをね高めるって意味でもねやってみるのはありなんじゃないでしょうか。でちなみに、バキンだとどのボタンでも対応っていうのが現状だとできないんですよ。決定ボタンは決定ボタンで1つしか選べないので、なのでよく市販のゲームであるプレスエニーボタンみたいな、どのボタンを押しても大丈夫だよみたいなものは作れないんですけど、これもね今後のアップデートでゲーム定義の内容をイベントコマンド側から制御できるようになれば、ゲーム開始時は全てのボタンを決定キーにしといて、でゲームが始まったら本来の決定キーのみに戻すみたいなね処理を加えてやることで、プレスエニーボタンもねいずれできるようになってくれるといいなと思ってます。といったところで今回は終わりたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。